孫権と行動を共にする幼者討滅を唯一八潮織の警備には最大幼者室幼者を倒すための兵器あとは報告しますじゃ払う今のわし高等の虎に甲斐の虎漆黒の闇に散りゆくがいい引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。よし、俺たちはここに構えるぞ。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。大手部の虎孫権さん、甲斐の虎信玄さん、越後の竜謙信さんに相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長と。この戦い、びっくり動物大集合だね。うん、ほら、いい働きだ。せいぜいあがくがいい。敵将を討滅せ。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。楽できていいよね。こうして皆が結束する。これこそ本兵殿の努力の賜物。今回は俺寝てたらダメかな。頑張ったご褒美。ダメでしょ。よくやったが、まだまだ小さい。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。
2匹に竜が1匹、獅子と魔王と、おまけにお猿さんが加わっちゃった。さすがにもうお腹いっぱい。消滅の戦始めよう。つよ、僕も三度も人間に負けた。立て、俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのかな。我が気迫、妨ぐるものなし。じゃ、すべてこれで、ゆっさて、うん。守備よく至れ。